いや、ちょっと暗すぎますね。今車の中です。僕は今初めて、石川県の金沢市に来ております。まあ、今日金曜日なんですけど、まあ、明日は土曜日から大学時代のお友達とちょっと金沢旅行ということで、せっかく金沢に来るならちょっと金沢周りの、珍しい感じ、地名もちょっと見ておこうかなということで、一日早くというか、まあ、12時間くらい早く一人で金沢に来ています。普通に仕事終わってから金沢に着いたらですね、23時を回っておりまして、現在夜の12時半です。これからですね、ちょっと周りも真っ暗なんですけど、少し山の方に入っていって、お目当ての地名を見に行こうと思います。行ってきます。よいしょ。はい。えぐい。えぐい。ああ、よかった。はい。はい。こちら、夫婦杉というところです。いやー、ライト持ってきといてよかった。で、めっちゃ怖いんですけど、なんか、熊がこの近くにいるとか書いてあるんで、もうちょっと戻ります。ちょっと、後で暗すぎて、やばい。戻る。やばい。光が全くない。一応ですね。うわ、見えねえ。拡大ができるんで。はい。あ、ギリ見えますね。金沢市夫婦杉少年の森というところをちょっと目的地に来たんですけど、ご覧の通り、ちょっと真っ暗すぎてですね。こんな感じの場所です。いや、やばくないですか？うわ、何にも見えない。ちょっと一応自撮りも。はい、一応何も見えないね。ちょっと森、本当に森の中にいます。怖い。なんか映ってないかな。大丈夫？クマいないよね。クマの警告が怖すぎるんで早く車に戻ります。はい、こんな感じの場所です。はい、お、いいじゃん。いやー、ちょっと本当にやばかったですね。いや、本当に熊と対向車が来ないことを祈り続けて運転してました。これ以上何もないので、戻りたいと思います。戻ります。はい、次の目的地に着きました。若干雨降ってますね。ちょっと小雨で風が強いんですけども、現在の時刻2時10分です。午前2時10分ということで、ちょうど牛蜜時ですね。わかりますかね、このなんか木で生い茂ってる感じのとこなんですけども、寒い、マジで寒い。これから向かうところは神社ですね。規模としては、あ、冷てなんか垂れてきた。かなり規模としては小さいような神社です。ちょっとまだわかんない。怖っ、この時間神社。あ、ありました、鳥居がありましたね。はい、え、ちょっとやば。ちょっとこのライティングの感じはなんか肝試しとか廃墟巡りの YouTube でしか見たことがないんですけど、漢字巡りの動画です。はい、これで八代八幡神社です。よいしょ。よ、はい、こんな感じです。ちょっと何も映んない。はい、じゃあちょっと境内に入ろうと思います。すごい風が吹くとざわざわしますね。はい、あ、今工事中ですかね。なんか全体的に
壊れてますね。はい、狛犬。中に八代の字はなさそうですね。変額はあるけど八代とは書いてないですね。では戻ります。すごいですね、本当にポツンと神社があるっていう感じなんですよね。はい、ということで鳥居の外に出てきました。ありがとうございました。本当はこんなに遅くなると思わなかったんですけど、僕が車をチンたら走らせてたらね、こんな時間になっちゃいましたね。ラストもう一箇所行きたいところがあるので、ちょっとね安全運転で行きたいと思います。ということでこんな時間になってしまいました。2時50分です。ちょっと最後の場所だけですね、ちょっと正確な住所がわからないので、ちょっと歩いて探したいと思います。これ地図見てもう分かる通りですね、左側は海なんですよね。もう港のところまで来ております。ちょっとツイッターとかネットでいろいろとね情報探したんですけど、なかなか具体的な場所が分かんなくてですね、ちょっといろいろと歩いてみたいと思います。あ、ぽい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 のあった、ぽいのあった、見えますかね、この先です。ちょっと行ってみましょう。これじゃない？ポサある、ポサある、すごい。ここら辺なんかめちゃくちゃ一体木造ですね。え、これかな、ん、ここあれ違う、はい、違うかも。んちょっと違そうですね、これなんかポサあったんでこれかなと思ったんだけど、ちょっと違いますね、これ違ったわ、違います。今ねちょっと Google マップで上から航空写真見てたらですね、一箇所だけすごい緑に生い茂ってる場所があってですね、ちょっとどうもそこっぽいので今向かっております。 あった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 、これでしょ。はい、ということで雨の岩くす船の社ですねに来ました。この余生がですね、あのクスノキのことなんですけど、余生の余が関係配当外の漢字なんですね。なんですけど、実はその起変を取った書き方もできて、別に予定の余に文章の章で余生って言ってもクスノキのことなんですね。なんなら漢字だけなら小学生も知ってるものだけで構成できちゃうということですね。この神社がちょっとね近くに明かりがあるので全体的に明るいですね。これ中読めますか？ギリギリなんとなく読めるかなって感じですね。あ、えのきなんだ、クスの木ではないんですね。あ、書いてある、やった。これ違くない？あれ？ここに書かれてる字違くない？これクエン酸の塩ですよね。ちょっとピントが、え？コートも書くの？ピント合わない。お分かりいただけただろうか。これは不思議、何なんですかねこれ。という感じですかね。ここも全体的にコンパクトな神社ですね。はい、玉書きになんか書かれてたりしないですね。はい、ということで金沢駅周辺に帰ってきました。今駐車場に車を止めています。無事に3箇所回ることができました。こんな暗い中での撮影初めてだったので、何か変なものが映り込んでないといいなと思います。明日10時集合です。